中国国家博物館像の高波ハ母大法廷。高波波母カナエは古代中国院の青銅器。近年まではシボボカナエと呼ばれていた。現存する青銅器としては世界最大である。1939年、河南省安陽県武官村で出土したカナエの内壁に高波波母との金文がある。これは院長の第22代王。 武帝の妻夫の病号で、カナエは夫の死後、おそらくは息子である、第23代大阪の絵によって作られたものである。カナエが出土したのは1939年だが、夫の墓自体が見つかったのは1959年で、墓はすでに洞窟されていた。後派母カナエを参観する、小解石。1948年。子息を有する横長方形のカナエで、大きさは、 道高 133cm、長さ 110cm、幅 79cm、重量は 832.84kg である。院内初期の家内と比較して幅広で壁も厚く、よりがっしりとした作りとなっている。器腹の縁は陶鉄分で装飾されており、取っ手には虎が人を喰らいながら互いに向き合う文様もあるが、これは、 武帝の別の妻よし美の戦馬盛りにも同じ装飾が見られる。叶えない面の金文ははじめ、しぼぼと読まれていたが、1970年代以降、学者間で一文字目は、こうであるとの見解に合意が得られるようになった。後に、中国国家博物館も公式に名称を訂正した。なお、説問開示によれば、死と、こうは、鏡文字となる。 The National Museum of China China Culture 2014年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年6月12日閲覧 ABLI Song Chinese Bronze Wear P28 全 P71 ABLI P13 陰居第265母 ABCLI Song Chinese Bronze Wear P30 フームやべクワドラポートデイビューズアットナショナルミュージアムオブチャイナ CCTV オリジナルの2014年2月2日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20140202124247/http:/english.cntv.cn/20110328/102842.shtml2014 年1月20日月欄。問開示巻重視部。ありがとうございます。